では今日の試合を振り返って一言お願いします。はい、今日はまあ前半、2点、取ることができて、まあ、本当最初こう流れが良かったんですけど、まあ、徐々に相手も緊張が解けてきて、ちょっと相手に握られるペースだったんですが、まあ、本当子供たちが集中して、やってくれたことが一番良かったのかなというふうに思います。次の試合の意気込みをお願いします。はい、目標をまた上に上に、持っているので、一戦一戦一試合ずつしっかり戦って、次につなげるようにいきたいと思います。